さあ始まりましたバスケートーク。このコーナーは毎週火曜日フリーアナウンサーでボールトリップライターの木村愛さんと一緒にバスケについて語っていくコーナーです。愛さん今週もよろしくお願いします。お願いします。まずねちょっと B リーグではないんですけどアメリカでもちょっと日本人選手の活躍がすごいということで、ね、あの八村選手はちょっとウィザーズで、コロナの濃厚接触者がいっぱいいてちょっと最近ずっとお休みしてたんですけどつい先日戻ってきまして、で今日これ今月曜日に収録してるんですけど月曜日にはブルックリンネッツ優勝候補のブルックリンネッツを倒して勝利をしたということでまず復帰がおめでたいということで八村選手この収録の直前まで試合やってたじゃないですか。はい、まだ興奮状態なの。で最後もさすごく大事なスリーポイント決めたりしてたじゃない。そうですね、すごいですね。149対146で勝利したってことに。すごいすごい試合ですね。あんな展開になるとは誰も思わずにねえ、すごい追い上げの時のあのスリーポイントは興奮しました。すごかったですね。で渡辺瑛太選手もね今シーズンはラプターズで 2way 契約っていうのを結んでるんですけど本契約取れるんじゃないかというぐらいのもう活躍を最近していて、この間のキングス戦サクラメントキングス戦では、まあ、その試合惜しくも負けてしまったんですけどキャリアハイの12得点決めたりとか、本当にもう、ね、ニック・ナースヘッドコーチに信頼されていてすごいもうプレータイムも伸びてきているので楽しみですね今後は。なんかすごくこう献身的にプレーされている姿とかが素敵だなって思うし、それがなんかまたアメリカのファンの皆さんにもねこうなんか愛され始めてるじゃないですか。それも嬉しいし、ね、何より今テレビの中継とかはねちょっとないけれど、でもこう2人がすごく活躍していることでニュースで取り上げられる頻度も増えてるし、嬉しいですね。本当そうですね。やっぱこんだけ NBA のことがニュースで取り上げられる時代が来るとはっていう感じでちょっと感慨深いですよね。なんか遠い国のスポーツだったものが自分たちの仲間がその舞台であんなに活躍をしてるなんてもうなんか毎日興奮です。やっぱねエリさんとしてはもうずっと昔から NBA にこうやって取り上げてらっしゃいますからね。えだってまあ自分が NBA の番組に出演していた頃は残念ながらね日本人のプレイヤーがいなくて田臥選手も日本に戻られた後でしたし、なんか富樫選手がね当時の D リーグに挑戦したりっていうので取材したりしたことはありましたけど、今もし自分が番組を担当していたらどんな気持ちだったんだろうとかそんなことも考えてます。いや本当に今後もねこの日本人選手2人の活躍には期待したいですよね。で、まあ、B リーグに関して言うと、先週はまあ3試合ありまして、まず水曜日では、まあ、僕らが注目カードに挙げてたんですけど、アルバルク東京と宇都宮ブレック、この結構東地区で激アツな戦いがあったんですけど、はい、こちらエリさんいかがでした？内容とか勝敗はまず一つ置いておいて、やっぱりバスケットボールのファンとしては比江島慎選手がね予定よりもすごく早くコートに戻っていらっしゃって、それはなんか興奮したし、速攻で田中大輝選手とマッチアップして、まあなんかもうね日本のバスケットボール界のエース2人のこのマッチアップを見られるってありがたいなって、まあ、だからすごく復帰されるためにご本人もチームの皆さんも努力されたと思うし、でももう無理せずにね、ゲーム2も おとといのゲーム2とかは出てらっしゃらなかったようですし、まあ、無理せずに頑張ってほしいなって思います。そうですね、普
まだちょっとこれから5月に向けて、うん、まだ結構日数もあるので、はい、やっぱりこう膝のね怪我を治しながらやっていってほしいですよね。ちょっとじゃあ先週のこのバスケートークに来たコメントをちょっと紹介したいんですけど、まあ、先週はちょっとね僕が富山と信州の試合見に行ったりとかしてたんで、結構信州のファンがコメントしてくれてたんですけど、ともパパさん、ベースボールシャツナイスですということで、あ、この間着てたやつ、そうそう着てたやつを見てくださってありがとうございます。ともパパさん似合ってましたよ。本当ですか。フォックス・ジョンさんですね。娘と息子が土曜日に観戦にホワイトリングに行っていました。一日違い残念ということで。わあ、残念。僕日曜日に行ってたんでね。そっか。現地のファンの方に反応してくださって、ね、ありがとうございます。毎週コメント待ってます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。ぜひぜひ紹介するので。ね、うん。うん、よろしくお願いします。じゃあちょっと B リーグの先週の順位表見ていきましょうか。はい、じゃあまずは東地区から。はい、どのようにご覧になってますか。いや、この先週に関して言うと本当に混戦でしたよね。あ、なんか前にも言いましたし、まあ、皆さん思ってると思うんだけど、日に日にB リーグのレベルが本当に上がって拮抗しているっていうのを感じていて、リーグの本当発足当時ってやっぱり旧企業のチームと、まあ、旧 BJ リーグのチームとのそのやっぱり力の差とかってすごく言われてきたけど、それが今もはや感じない。そうですね、本当にそうですね。ここまで来ました、うん、でまあ上位7チーム、宇都宮、千葉、渋谷、富山、秋田、川崎、アルバルク、東京っていうのは、まあ、順位は変わってないんですけど、ここは7チームが全部1勝1敗で試合を終えるっていう、まあ、これも珍しいですよね。あのね、連勝するってすごく大変なのよっていう感じ。だって優勝候補って言われているチームですらそうなんだもん。多分ね、このどのチームのファンの方もで、どっかの試合がやって、うわこのチーム負けた、うちが勝てば1個上がれるみたいな感じで思ってたと思うんですけど、そうはうまくいかないというか、ほんとそう、ね、そうですよ。なんか面白かったのが、うん、ゲーム2の試合を見ていて、うん、私は東京と富山の試合取材に行ってて会場で見てたんですけど、沖縄のアウトナンバーの編集長の金谷さんから試合中に LINE が来て、はい、やっぱり金谷さんは琉球のファンなので、うん、琉球的にはちょっとこっちに勝ってほしいんですけどみたいなメッセージとかが送られてきてやっぱり他会場の結果もねすごく気になってて、うん、面白いなと思って。間違いないですね。それでいうと、あのね、秋田ノーザンハピネッツは西地区首位の下津にあと1勝1敗で終えたということで、うん、はい、大きかったなと思いますね。身長の平均の差とかも結構あるんですよね。うん、沢と秋田って三河はめちゃくちゃ大きいチームですからね、うん、一方秋田は結構小粒の選手が揃っているので、なんかそれをやっぱり打開するだけの、うん、やっぱり前田ヘッドコーチの策もそうですし、秋田の成長も感じました。うん、敵地で1勝するってのは本当にすごいことですよね、うん、で秋田は結構これからね、結構後半戦のスケジュールがハードなんですよ、秋田に関して言うと。で今後だから千葉とか上位時代との戦いが結構あるんで、そ、うん、の中でこのね西地区首位の三河から1勝取れたっていうのは1個後半戦1個自信になる勝利ですよね。間違いないですね。うん、で川崎もね島根と一勝一敗ということで、エリさん、こちらはいかがですか。ゲーム1は良かったと思いますでもね、何なんでしょうね、わかんないたまにあるじゃないですか、この川崎がね、下位のチームに対して取りこぼすみたいな時ってあると思うんで。よくあるよね別に
勝てるとも思ってないんですよ、うんうん、気を引き締めて頑張ってほしいなって思うんですけど、特に何だろう、今シーズン川崎は連戦に弱いですよね、うん、相手がどこ関係なく連戦を連勝できないんですよ、うん、水曜日とかのは全部勝ってるぐらいなのに、うん、確かにやっぱり不思議で、まあ、体力とかも言われる方もいらっしゃったけど、え、じゃあなんであんなにすごい戦力いいの揃えてるのにって思ったりもするので、理由を知りたいそうですね、まあこれ西地区で言うと今1位が三河23勝9敗で、2位琉球も23勝9敗ということで、ゲーム差なしに待ってきましたね。ああ暑いね。まあ本当にもう混戦ですね。うん、とここからも争っていくでしょうし、でこの三河がね、秋田と1勝1敗という中で琉球はしっかり3位に連勝してたので、うん、やっぱりきっちり勝つ琉球もさすがだなと思いましたね。ですね、うん、で、まあ、名古屋も連勝したりとか、あとね、滋賀がね、信州に敵地で連勝したということで、ここで5位浮上しましたね。いや、僕もね、ちょっとやっぱり信州寄りで見てたんですけど、滋賀はなかなか面白いチームで、うん、ちょっとね、信州ファンとしては辛いですけど、うん、やっぱ滋賀もここから上がっていく上ではさすがの試合展開だったんで。そうですね。あとは広島がね、横浜に勝ちまして、ゲーム1、うん、これ18戦ぶりの勝利ということで、よかった、約2ヶ月半ぶりの勝利なんですよ。これもやっぱね、しかもこれを敵地で決めるっていうところがなかなかいいですよね。しかも田渡選手のフルスとの、確かにね、うん、で広島はね、今平均失点が 86.6 点っていうリーグ最下位なんですけど、この試合ゲーム1では70失点に抑えて横浜を、うん、まあ、これは今季2番目に低い数字だったんですけど、まあ、堀田ヘッドコーチも試合後に、選手たちは苦しみながら結果が出ない状況だったが、勝ち切れたことは今後自信になると思うとコメントされてるので、しかもここからね一個、まあ脱出できたんで、連敗のトンネルをここから、まあ自信につなげて勝利を重ねていってほしいですよね。そうですね、じゃあちょっと一個一個カードを見ていきますか。はい、まずはじゃあ宇都宮とサンロッカーズ渋谷の試合からですね。はい、まあ、ここで言うと、うんうん、宇都宮はライアン・ロシター選手が怪我になっちゃって出れなかったりとか、まあ、あと渡辺選手も出れなかったりしたんですけど、渋谷もね、ライアン・ケリー選手がちょっと怪我で出られないということで、お互いこうエースを欠くというか主力を欠いたチーム同士の戦いだったんですけど、ゲーム1に関しては77対71で渋谷が勝利しまして、これもだからすごいですよね。ケリー選手も完全にエーススコアラーがいない中で、渋谷にこうロースコアの展開でも勝ち切るっていうのは、うん、やっぱり今季の渋谷は力があるなって思いましたね。今回、うん、やっぱりその天元のケリー選手不在の中でも宇都宮相手に勝てた理由っていうのは何なんですか？僕が見てて思ったのは、やっぱりオフェンスリバウンドをしっかり取れてたっていうのが一個あると思って、うんうん、まあ、渋谷はもともとオフェンスリバウンド得意なチームではあるんですけど、宇都宮もやっぱりロシター選手がいなかったんで、うん、やっぱそのリバウンドを取る選手という意味ではやっぱロシター選手はすごく大きな存在だったので、そこをしっかり渋谷がつけた、うん、弱点をつけたっていうのが一個やっぱ大きかったなと思いますね。ジャクソン選手とかマカドゥ選手とかもいらっしゃいますもんね、うん、そうなんですよね。でこの試合でいうとオフェンスリバウンドは14本取って渋谷は、うん、それから15得点につなげているので、うん、やっぱ一個この渋谷の強みが出たなっていう気がしましたね。そうですね、うん、ではまあ渋谷はね、ベンドラメ選手が16得点、チャールズ・ジャクソン選手が17得点、はい、でマカドゥ選手が19得点、山内選手が11得点ということで、この4選手がね、うん、10得点以上決めて、まあ、やっぱバランスも良かったですし、うん、最後にはね、4クォーター残り1分ぐらいかな、ベンドラメ選手が結構値千金のジャンプシュートを決めて勝利に導いたので、やっぱそういうエースの活躍というかね、
ベンドラメ選手の勝負強さも光った試合だったので、やっぱ渋谷のいいところが出たなっていう印象でしたね。そうですね、うん、この試合ですよね、あのショットクロックかなんかがあれ壊れちゃったかなんかして、試合結構長く中断してましたよね。途中でそういうのもねあったりして、その中でもやっぱ集中力切らさず最後まで戦い抜いたのがやっぱ渋谷でしたね。あとこのカードに関して言うと、大田区総合大会でやってたんですよね。はい、これが渋谷としては今季初だったということで、うん、やっぱあそこはなんかこう広くて結構テンションが上がる体育館じゃないですか。そうですね、で、うん、やっぱりこうちょっと普段の多分会場よりも明るいかな、うん、そうですね、うん、感じがします。体育館よりは明るい感じもあって、うん、まあやっぱりどっちもね黄色のチームカラーなんで、うん、ずっとね黄色でこう埋め尽くされて、ああいうのもなんかいいなと思いましたね。でゲーム2では逆に今度宇都宮がやり返しまして、はい、こちらもすごくロースコアだったんですけど、ディフェンシブな展開で67対62で、うん、宇都宮がやり返したということで、個人的にはあのやっぱりテーブス海選手、うん、うん、すごく期待にも応えるプレーされてて、スターターでしたよね。そうです、これが、うん、初めてですよね、スターターで出るのは。なんかちゃんと期待に応えてたなと思いました。ほんとそうですね、この試合では14得点4アシストということで、まあやっぱり先ほどもあのオープニングで言ったんですけど、比江島選手もいない中 でロスター選手もいない、渡辺選手もいないという中で、しっかりこう司令塔として、まあ、パスを回したりしつつ自分で得点も取りに行くっていう、本当にやっぱり期待に応えたっていうのはその通りですよね。成長もすごくね感じられるし、うん、やっぱりこう常にねレギュラーでガンガン試合に出てたメンバーが何人も抜けるって、すごくやっぱり大変なね台所事情だったと思うけど、それでも頼もしいなって、うん、託されたねテーブス選手があれだけの活躍してくれれば、うん、いいなって思いました。やっぱり宇都宮って層も厚いので、なかなかこうねスターターで出る機会っていうのもテーブス選手に関しては限られてくると思うんですよ。逆にこういう時にスターターで出て経験積めるっていうのは一個、そこは収穫ではありますよね宇都宮の。確かに。で試合後安西ヘッドコーチは、まあ、少ない人数だったけど選手たちの頑張りのおかげで今日のゲームを乗り切ることができた、自分たちのバスケットができる準備をしてこれからも戦っていくということで、やっぱりその宇都宮らしいこの我慢して我慢して最後勝ち切るっていう試合ができてたと思うんで、まあなかなかロシタ選手、比江島選手もね出れるか分からないという状況で、今後も結構大変かと思いますけど、やっぱこういうチーム力が宇都宮の売りだと思うんで、そこをしっかり出してまた見せてほしいですね。そうですね、千葉と大阪の試合もありまして、はい、こちらも結構熱いカードだったんですけど、あもうゲーム1とかもねギリギリまで分かんなかったじゃないですか。そうですね、なんかハラハラしましたでゲーム1で言うと78対75で、はい、大阪が敵地で千葉を破りました、うん、はい、やっぱりまあ結構最近ねあのバスケットークでも大阪の話題出してましたけど、はい、やっぱ勝ち切る力をつけてるなっていう感じしますよね。本当先週その話しましたよね、うん、でそうそう、またそれを見せられたので、うん、ああこれはって思いました。そうですね、で最後にねあのニュービル選手がスリーポイントを決めたりとか、本当に大事な場面で、うんうん、やっぱりエースもしっかりこう力を発揮していて、やっぱりこれはね大阪は先週もねずっと言ってたんですけど、やっぱ層も厚いので選手の、うん、オフェンスに関して言うともうどこからでも点を取れるというか、この試合でもまあ DJ ニュービル選手が25得点したりとか、先週のね僕が MVP にも挙げた橋本拓也選手が16得点したりとか、はい、ハレルソン選手もね14得点14リバウンドとかダブルダブルで活躍したりとか、本当にまあまんべんなく点が取れるし、穴がないんですよねオフェンスに関して言うと。でこの試合で言うとディフェンスもねすごく良くて、富樫選手のマークだったりとか、うん、すごく徹底されてたんで、やっぱそういうディフェンス面でもこう伸びてきてるので大阪はすごくやっぱ今後も楽しみだなって思いましたね。ですね、うん、さっきは結構シーズンの開幕前から大阪をね注目のチームに挙げてらっしゃったので、
嬉しいんじゃないですか。そうですね、やっとこう、ね、序盤は本当になんか力が発揮できてないなっていう感じがあったんですけど、多分まあ武野ヘッドコーチ代行も結構慣れてきたというか、はい、そういう面もあったりすると思うんですよね。チームがやっとこうまとまってきた感じがあるので、うん、後半戦やっぱここは楽しみですね。ね、うん、でゲーム2は逆に76対70で千葉がホームコートで意地を見せて1勝を返したということで、スターター変えてきましたよね千葉。そうですね、ダンカン選手と多分原選手も、ね、そうスタメンでしたもんね。そうですね、でダンカン選手もね、うん、しっかりとこの期待に応えて2桁得点上げてましたから、はい、でこの試合は富樫選手がね5得点っていうかなりこう抑えられたというか調子が上がらない中で、エドワーズ選手、ショーター選手、ダンカン選手、サイズ選手っていうこの4人がしっかり2桁得点を上げてこうカバーしたっていうのが良かったですね。ですね、うん、ちょっと富樫選手はここ最近はそこまで本調子じゃないのかな。そうですね、ちょっと最近本当にこの1月、うん、この2021年入ってから2桁得点がまだ2試合しかなくて、ですね、うん、ちょっとね、あ、本当不調、シュートが不調なんだろうなっていうのがあって、でこの今シーズンでいうと2020年代25試合で平均 15.8 得点、スリーポイントは 42.2% 決めてたんですけど、この21年に入ってから7試合で平均が 6.8 得点、でスリーポイントは 16.2% っていうことで、大幅にね調子を最近落としてる状態なので、怪我とかあるのか分かんないですけど、ちょっとスランプ気味ではありますよね。そうなんですよね、ちょっとやっぱりね、あれだけのエースですから、うん、やっぱちょっとね、その不調が、ね、チームには影響を与えちゃいますよね。そうですね、千葉もこの、1月に入ってから3勝4敗かちょっと負けが混んでたりするので、ね、うん、富樫選手もねゲーム1の後にコメントで言ってたんですけど、入る入らないより打ちたいシュートを打てず突き放せるときに突き放せなかった試合だった。で最後にね、残り18秒かな、入れば逆転となるシュートも外してしまっていて、最後のシュートは僕個人の実力不足ですと、オフェンスがダメだとディフェンスにも影響してきてしまっているので、ディフェンスでは常に同じレベルでできるようにしっかり修正していきたいということで、うん、確かにちょっとねこのオフェンスの不調がディフェンスに出たりしますから、うん、まあ、そんな中でねこのゲーム2はしっかりこう富樫選手が不調という中でも周りの選手がしっかりカバーしたりとか、4クォーターではね原選手とか西村選手が大事なところでスリーポイント決めたりとかして、はい、大阪に勝ちきれたっていうのはすごく一個このね復調のきっかけになると思うので、そうですね、うん、そこはやっぱ勝ちきれたのはすごかった、ね、千葉だって千葉もね選手層熱いですからね。そうなんですよ、めちゃくちゃ熱いん でやっぱりこのね今宇都宮とかまあ、富山もそうですけど結構主力が怪我してる中で、千葉はまあ主力はねずっとこう健康をキープできているので、ここはやっぱ千葉としては勝ちたいところだと思うんですよね、上位進出さらに上へ向けては。ただまあこの大阪戦で2連敗しなかったっていうのは一個大きな要因でしたよね。うん、うん、じゃあここからは、まあ、エリさんが取材にも行かれたアルバルク東京と富山グラズリーズの試合をちょっと見ていこうと思うんですけど、はい、私が言ったのはゲーム2の方なんですよ、うん、まずは、まあ、ゲーム1の方からねちょっとタッキーにも解説をいただきたいんですけど、そうですね、ゲーム1は富山が、まあ、文賀選手がねこの節はいらっしゃらなかったけれど東京を破りました。そうですね、まあ、文賀選手は先週のね信州の試合でもいなくて、で水曜日でちょっと復帰したんですよね、はい、1試合復帰してでまたちょっとコンディション不良ということでこのアルバルク東京戦は出なかったんですけれども、まあ、そんな中でもねやっぱソロモン選手とスミス選手、うん、スミス選手がしっかりとやっぱりその穴を埋める活躍をしまして、2人で53得点してたんで、うん、すごいよ
でやっぱこのねアルバルク東京相手に97得点するっていう、そこもやっぱり富山らしさがしっかり出てましたし、本当にやっぱりね富山も、まあ、先週も言いましたけど、まあ、マブンガ選手がいなくても本当に強いチームだし、逆にねアルバルク東京はこのマブンガ選手が復帰した中で水曜日にマブンガ選手がいるってことを想定して結構対策も練ってたと思うんで、そうでしょうね、ちょっとね面食らう場面はあったかと思うんですよね。富山の選手たちはマブンガ選手がいないバージョンにも、うん、もう対応できてるというか、うん、感じを受けました。本当におっしゃる通りですね、うん、この試合でもやっぱりオフェンスリバウンド15本取ってますし、はい、でもマブンガ選手がいない中でしっかりこうスミス選手がエースとして大黒柱としてチームを引っ張れているんですよね。うん、やっぱもともとそうやってスコアラーで活躍してた選手ですし、はい、ここでこうしっかり対応できるっていうのがやっぱスミス選手の素晴らしさ、すごさだと思うんですけど、いやゲーム2も見て思いましたけど、インサイドはもう圧倒的でしたね。本当そうですね。でやっぱり、ね、アルバルクもなかなかこうスミス選手に対応できてなかったというか、対策に苦しんでるところもありましたよね。やっぱダブルチーム行ったりとか、うん、なかなかね先週の、新州戦でも浜口このヘッドコーチがおっしゃってたんですけど、やっぱりスミス選手を対応できるチームはなかなかないと、しっかり守れるチームってのはなかなかないから、このマブンガ選手がいない中でスミス選手を中心に立てましたということをおっしゃってたんで、選手やっぱその期待にしっかり応える活躍でしたよね。ゲーム1を見ててすごく思ったのが、例えばこうソロモン選手とかが例えばファールで笛を吹かれてしまったりして、うん、ピンチに下がるタイミングとかってあるじゃないですか。でその時にね浜口ヘッドコーチがこうちょっとやっぱりね、いろんな不衛だったりに納得いかなかったりイライラしちゃう時ってどうしても選手があるじゃない、うん、その時にやっぱりこうなだめるというか、なんだろう、きっとどんなお話してるのかわからないけど接し方がうまいのかなって思ったの、うん、でベンチに座って普通だったらこうイライラしてる顔のはずなのに、その前に浜口ヘッドコーチがしゃがんで話しかけてたらソロモン選手が笑顔だったんですよ。今さっきイライラしてたのに、なんかすごくこうヘッドコーチと選手の関係性もいいんだろうし、何かそういう接し方がコツがあるのかわからないけど上手なんだろうなって思いました。そうですね、本当に今シーズンの富山はこの外から見ていてもすごくこうケミストリーがいいというか、仲の良さがすごく光ってるんで、やっぱこの選手とコーチの信頼関係もうまくいってるんだろうなと思いますよね。試合中パッて見てて結構ベテランの選手がよく、なんだろう、若手の選手に声をかけているというか、全然こう試合の前とかハーフタイムにコートに戻ってくる時でもそうだし、うん、ちょっとベンチのタイムアウト間の戻る時にふっと声かけに行ってたりしてて、情報選手だったりとか阿部選手とかあと水戸選手とかも結構ゲーム2とか声かけてる人いたので、うん、あ、なんかすごくいいケミストリーがあるんだろうなと思って。水戸選手なんかもね、あの外国籍選手日本人選手分け隔てなくどんどん喋りいくじゃないですか。うん、ああいうとこもやっぱりチームのねこの良さが出てますよね、うん、でゲーム2に関して言うと今度は逆にアルバルクがやり返して、うん、90対86でしっかり勝ち切るっていう試合だったんですけど、アルバルクで言うとカーク選手とか、まあ、田中大輝とか、はい、デション・トーマス選手なんかがしっかり得点を取ってましたし、この富山とのこのね、うん、得点合戦じゃないですけど、そういうところにもしっかり負けなかったっていうのは一個大きかったですよ ね、うん、相当カーク選手大変そうだったんですよ、うん、本当に奮闘してて、でもねやっぱり自分もあれだけ点を取れるし、いや本当にカーク選手頑張ってましたよ。ちょっとねアルバルクで言うとあんまり富山と多分相性良くないですね、そのスミス選手のディフェンスっていう面もあって、
あんまりこうがっちりした選手がいないじゃないですか。またカーク選手が一番こうがっちりしてるというか、センター陣のね、あの体格の差っていうのはやっぱりどうしても埋められないもんなので、まあ、スミス選手には点取られてましたけど、ゲーム2でいうと、トロモン選手はね、逆に11得点で抑えてたりとか、はい、まあ、そういうところでこうスミス選手にやられても他の選手をちょっとずつ抑えるみたいなところが良かったのかなと思います、ね。試合後にルカヘッドコーチはもちろんゲーム2もどんなに気をつけてもやっぱりスミス選手の存在の大きさがあってオフェンスリバウンド取られちゃうじゃないですか、うん、でもゲーム1も同じようにねやられてしまった分、ゲーム2の前に我々はタフにやろうで、すぐにもうディフェンスオフェンス切り替えていこうっていう話をしたんです、うん、そういうところはすごく意識されてたのかなとは思いました。そうですね、ここ最近はルカヘッドコーチ曰く安藤選手がちょっと体調不良になられて熱を出しちゃった時があって、うん、その時期からスタメンが小島選手に変わってるんですけど、小島選手がスタメンで出るようになってからの勝率はすごくいいですよね。そうですね、ここ最近のこの富山の試合以外は結構勝ってたりしますし、はい、それに関してもルカヘッドコーチはその、まあ、元気は責任感が増えていいパフォーマンスをしてくれてるっていう風に言ってました。やっぱりこの小島選手の良さってあのディフェンス、しつこいディフェンスだったりとか、ね、チームメイトをこう鼓舞するムードメーカーだったりするので、そういう選手がこうスタートで出て、で安藤誠也選手みたいなこうスコアラー得点も取れるししっかりチームをまとめられる選手がこうシックスマン出てくるっていうのはやっぱそのバランスが良くなりますよね。スタートとベンチのバランスがすごく良くなるんで、そこはやっぱこう作戦として一個面白い作戦だなって思いましたね。安藤誠也選手がこの交代で出てきて、もうあの体調不良も、ね、戻られて、これからまたパフォーマンスもどんどんまた戻って上がってくると思うので、そうなるとまたね、あれどっちがスタメンで来るかなとかちょっと思いますよ。確かに、まあ、やっぱアルバルクはね、なかなか最初もうね選手が揃わなかった中で、こうだんだん選手が揃ってきて一緒にできる試合も多くなってきたんで、やっぱ一個一個こうだんだんケミストリーも良くなってるなっていう感じがしますね。この試合でもねアシスト数が22本だったりとか、まあ、パスもすごくよく回ってたし、オフェンスに関して言うとすごくやっぱり完成度が高くなってきてるなっていう印象がありますね。すごく不思議なのが、ルカヘッドコーチも他の選手たちもやっぱりあれだけ苦しい時期があったじゃないですか、東京が絶対強いって思われていながら勝てないっていうその苦しさを経験してるのに、全然なんだろう、慌てないというか落ち着いてデリートしてらっしゃるんですよね。だからあなんか自分たちはこうじゃない、変わるっていうかやっぱり確信が今もあるんだろうなと思って、そうですね。でもやっぱりね、東地区は今シーズンすごく激戦なので、今7位ですからね、アルバルク東京でさえ、ここからね後半戦いよいよ終盤になってきますから。トーマス選手が言ってたのは、今自分合流が遅れても、勝ちを知ってる選手がやっぱりこのチームは多い、だからこれからやっぱりへの自信をちょっと覗かせてました。でもなんかこうゲーム2最後は東京が勝ちましたけど、富山のすごくやっぱり最後まで成長がこのチームいいチームだな、面白いなって思わせられるっていうのが、今シーズンの富山らしいなとも思って、なんかあの3クォーターの最後とかにすごく今節は岡田優太選手のプレーにすごい印象に残って、なんかすごく流れを引き寄せそうなスリーポイント決めたりとか結構活躍してたじゃないですか。そうですね、ああ成長を感じるなって思いました。岡田選手はね、この先週のバスケ東京でいましたけど、最近結構あのポイントガードに出たりとかもしてますし、浜口穂のヘッドコーチからするとこうやっぱり得点の取れるポイントガードになってほしいって思いがあるみたいで、
まあ、その辺積極性が出てましたよね、うん、この試合でもまあベンチからでしたけど、このしっかり10得点決めたりとか、やっぱり富山はね若手の選手がすごく有望な選手が多いので、前田選手もねこの試合で14得点したりとか、あとまあねシューターの松脇選手とかいますから、やっぱその辺のこの若い世代がしっかり育ってるっていうのが富山の面白さの一つでもありますよね。いいチームですね。ちなみにね、東京の今回何かこう面白いグッズとかないかなって試合前に見に行ったんですよ、はい、そしたらね、まあ、東京ファンの友人からおすすめされたんだけれど、東京のトレーナーの五十嵐さんが、うんうん、これまでいろんなやっぱチャンピオンの経験をお持ちなので、でその彼が監修をしたこうものが今回あって、うん、で私はそれをガチャガチャで挑戦したんですよ、はい、缶バッジなんだけど、うん、場内では お食事はご遠慮いただいておりますので、ご協力をお願いいたします。やりますように。大吉大吉大吉、やばい、なんか大凶の気がしてた。ええ、同じ吉一番、これはまあいい方じゃないの。開かない開かない開かない、だいぶ開かないよこれ。これです。おお、吉、私は吉でした。吉だったんですね。大吉じゃなくて残念。でガチャガチャなかなか開かなくて、うん、結果そのちょっと開けてもらったんだけど。でもなんか可愛いなと思って。すごいですね、五十嵐さんがそのキャラクターになってるっていう。そう、うん、そうなの、まあ、だからこれまでの優勝経験の豊富さにあやかろうっていうことらしいんだけど。なるほど、どうあやかりたい。香取神社に続いて2個目の開運グッズですね。まさかの選手とかキャラクターじゃなくトレーナーさんっていうのもいいじゃないですか。確かにすごいですね。結構それ人気あるんですか。結構みんな挑戦してましたよ。すごいな。勝ち守りとかもあって、うん、セットになってたりして販売されてて缶バッジなの。でもそれだとあれじゃないですか、もうアルバルクが勝っちゃうじゃないですか。え大丈夫、川崎だからゲーム2勝ったのかな。まあそれはあるかもしれないですよ、それは。ああ、それ富山の皆さんすいません。でもこれ今日とかもあるんですよ。ちょっと試合前に今日引かなくてよかったって思います。確かに今日ちょっと怖いです。テンション下がっちゃいます。こんなグッズがありましたよ。今週のグッズはじゃあ五十嵐トレーナーの缶バッジ。皆さんぜひ聞いてみてください。ぜひぜひ挑戦してみてください。じゃあちょっと今節の MVP を選んでいきたいんですけど、はい、私はアルバルク東京のカーク選手です。おお、あれだけ見ていてインサイドフリーの中、うん、本当に奮闘してらっしゃった、でチームをね勝利に導いていたので、カーク選手に送りたいと思います。すごい、まあ、それはもう納得ですね、うん、アルバルクの大黒柱でしっかりチームを勝利に導いてたん で僕は今回 MVP に選んだのは琉球ゴールデンキングスのジャック・クーリー選手。お、うん、そうね、今回のテーマには出してなかったんですけど、やっぱり琉球はこれで3連勝ですし、うん、今ね首位の三河と並んだので勝利数で、うん、やっぱりまあこのねバスケットでも何回も言ってますけど、やっぱりクーリー選手この先週末にすごく安定した活躍を見せたので、やっぱしっかりこの2連勝したチームが少ない中で、うん、しっかり2連勝して、その中でもやっぱり大黒柱のクーリー選手が活躍してたんで、やっぱここはクーリー選手を選びました。そうですね、どちらもチームの大黒柱ですね。
本当そうですね。やっぱりこの選手たちは今後の後半戦もね注目していきたいですね。はい、じゃあちょっと次節の注目カードを見ていきましょうか。はい、まず次節じゃないけど、あの前倒しで明日川崎が千葉と対戦するので、ものすごくそれも注目してます。ちょっと変則スケジュールでね、この激アツの激アツカードなんで、はい、でそれを見た上で、次節は川崎対三河、うん、これはやばい、やばいですねまあね、同じ地区にいたシーズンもあったぐらいだったんで、はい、昔からのライバルですよね、ここは違いない。もちろん企業リーグの時からもね、東芝と愛信って何度もいろいろな好ゲームがあってライバルだったと思いますし、で B リーグの初年度も一番最初中地区にお互いいたりしましたし、そういう意味でもこれまでもそう いい試合をたくさん見せられてきたんですよ。ので、まあ、今回今で言うと多分三河のが多分ちょっと好調で、そうですね、川崎はちょっと波に乗れない、ちょっとお尻に火ついてきたかなみたいなところだと思うんで、うん、ここでどこまでできるか、もう三河は絶対2連勝したいと思うだろうし、うん、あ、気になります。僕はもう一個挙げるとするならば富山と秋田、おー、今ここが東地区4位5位なん でしかも、うん、今勝利数勝敗数で一緒なんですよね。今21勝11敗同士で前節を終えてるので、どっちが勝つかでこう上に上がっていくっていうのが変わると思うので、ここはすごく楽しみですね。またあれじゃないの、1勝ずつとかでこうなるんじゃないいや全然ありますよ、可能性は。まあ今回はだから川崎対三河と富山対秋田、はい、この2試合がちょっとバスケットークでは注目なんで、皆さんもぜひ注目してみていただきたいと思います。はい、ジェリーさん今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。